どうも、のりことです。今回はこの部屋、お仕事部屋の紹介をしたいと思います。ということで、まずは玄関からですかね。最近これ設置した Wi-Fi ボックス、結構雑然としてたのをここの中に入れてすっきりと収納できるんでいい感じだなと。このなんとかクロークっていうところがもうこのぐちゃぐちゃになってたのがね、この単話サプライだったかなの Wi-Fi ボックスですっきりしました。これ自宅用にも買って非常に良かったんで、ここのもね一緒に合わせて同じのを買いました。玄関鍵にはセサミーミニスマートロックを取り付けていて、鍵なしでスマホだったりアップルウォッチのコンプリケーションっていうの対応で、もこの鍵のボタンを押せばすぐに繋がって開けれるようになってます。 Wi-Fi アクセスポイントも付けていて、オートロックもね15秒で閉まるようになってます。開けると外からも開けられたり、いろんな組み合わせでね開けられるようにしています。で、玄関のこの電気をいちいち毎回つけるのがめんどくさいんで、本当はこれを人感センサーのライトに変えれば済む話なんですが、ベッドこんなマグネットで取り付けられる人感センサーの、これ楽天で1500円ぐらいだったかな、ライトと、非常に暗くなるんで電気の位置に、これは IKEA で買って使ってなかった、これも人感のねセンサーで感知したら自動で電気がつくというものをつけて、もう出入りの時はめんどくさいんでここの電気つけずに人感のこの明かりだけで移動するようにねしております。で、 1L になるのかなこの部屋。PC デスク周りですね、まずはね。デスクは無印の120センチかなの組み合わせ、天板とフレームの組み合わせのデスクで、部屋のスマートフォーム化を進めていて、前に動画で紹介してるんで詳しくはそちらを見ていただければと思いますが、 NFC タグで iPhone でこれをタップするとショートカットが起動して電気が消えるという感じになっていて、電気オフとさっき紹介したスマートロックもここでタップすると開くようになっています。でこれね、いまいちこのね人感のね感度がちょっと良くなくて、だいぶ暗くないと反応しない。インターホンにもシールを貼っていて、これも玄関が開くようになってると。で、パソコンは iMac の2019かな27インチモデルで、オーディオインターフェース取り付けてて UR22C 収録用のコンデンサーマイクを取り付けて、オーディオテクニカの AT4040 だったかなをつけてます。で、これいろんな作業の時間を測ってみようと思って、ストップウォッチ、これ学習タイマー、勉強とかをするときに使うやつみたいなんですけど、スタートストップで時間が計測できるものを置いていて、動画の編集だったりね、何分くらいでやれてるんだろうとかいうのをちょっと測るために導入してみましたけど、あんまり使ってない。で、最近ちょっとデスクをスッキリさせるためにヘッドホンスタンドと、SD カードリーダーをこんな感じに取り付けて、テーブルの上をねちょっとスッキリさせてみようと。これ前自宅のデスクでもやってたんですけど、 SD カード頻繁に読み込むので貼り付けて、ケーブルがこんな感じに接続してあって、リーダーをねここに貼り付けてるんで、 SD カードの読み込みが簡単にできてスッキリするんで気に入っております。ちなみにヘッドホンは BOSE のクワイエットコンフォート QC35、前のものとモニターヘッドホン、ソニーの MDR7506、 あの定番の赤よりちょっと味付けがしてあって
モニターとしても使えるし、ちょっとした鑑賞用でもね、こっちの方が使いやすいかなっていう感じのもの。こっちはもう使い始めて10年ぐらいかな。で、こっちももうなんだかんだ3-4年。このノイズキャンセリングは新型もいろいろと出てるんで買い替えてもいいかなとも思ってますが、現状不満がないんでこれでもいいかなと。最近買ったこれ結構 USB マイクなんですけど、ケーブルで接続すればパソコンだったり iPad でも使用できるマイクで、なかなか音も良くてコンパクトで、マグネット式でここに取り付けられる。こっちでいいかもしれないって今思ってるんですけど、非常にスッキリとしていてお気に入り。このサイズ感がね最高で、でここを外せばマイクスタンドだったりにも取り付けられるという仕様になっております。これなんで昨今のリモートワークなんかにも非常にいいんじゃないかなと。ただ全然在庫がないみたいでこれも買えないみたいですけど、あとは作業用の SSD と、ハードディスクが8テラかなが、保存用のものがねスタンドですぐに抜き差しできるようにしております。 あとこのライトも前に紹介したな。これ自作のロゴライトボックス、レーザーカッターで木をカットして黒いスプレーでね塗って、で配線関係はちょっとモールで隠しつつという感じで、ちょっとダクトみたいな感じで、排気ダクトみたいな感じになってますが、これもね取り付けております。この配線もちょっとスッキリさせたいなと。デスク裏に取り付けるかなという感じですかね、素直に。結構コメントだったりで、そういえばこれも聞かれるんですけど、長い時間座るもんなんで快適なものがいいなと。結局家で前々から使ってたものをこの仕事部屋に持ってきて使ってるんですが、伊藤木のスピナーチェア、スーピナーチェア、どちらか忘れたけど、チェアです。座り心地は気に入っております。デスク周りはそんなとこですかね。でダイニングテーブル、 YouTube の撮影だったり作業をねするときに使っています。ここら辺の YouTube 撮影関係はまた自宅 YouTube 撮影環境みたいな感じで紹介したいなと思います。無印のスツールね。で飾り棚が最初から備え付けられてたので、いろいろと、レンズ類だったり時計、あとは小物類、こんな感じですかね。あとはスマートフォン化の赤外線送信だったり、スマートスピーカー、スマートプラグ。ちょっとここら辺なんか綺麗にしたいなと思ってるんですけど、配線関係ここでもうなんか区切っちゃって穴を開けるのかなんかわかんないですけど、本当はちょっともうちょっと綺麗にしたいなというところですね。でここにもオンオフの一括でできるものがあって、あとはエコーフレックスがここに置いてあって、アレクサの操作でいろいろとできると。アレクサ変えるね。今日もお疲れ様です。このショートカット類の設定だったりはまた、サブチャンネルかなんかでね、説明できればなと考えております。でキッチンは使ってないんで、もう電子ケトルのお湯だけであったかいお茶が飲めるだけ。こんな感じですね。こんな一部屋、あ一応こっちにも部屋があって 1L で、こっちはもう雑然と試してないものだったり使ってないまだテスト前のものだったり、いろんな機器類が、これもねずっと買ってから試してないまだ ATEM mini ですね。ということで今回は僕のお仕事部屋のね紹介でございました。次はちょっとこの撮影機材だったりを簡単に紹介できればなと思っております。また紹介したいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。